安田正史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田正史です。的場浩司です。この番組は我々若手俳優安田正史と的場浩司がお送りしてまいります。さて、この番組タイトルセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ2人とも俳優として次セカンドの土台ベースになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そして、この番組セカンドベースは、再編集映像配信版として、放送後約1週間程度で、YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。で、いつもはここで僕ら2人の自己紹介という流れなんですが、まあ、今回はもっと大事な、まあ、告知があるそうでいやいや、あの自己紹介より大事だとはちょっと 思えないと言いますかでもすごい ありがたい機会なので、告知させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今月の12月22日に、12時の回と、17時の回、計2回公演で、昭和音楽大学、テアトロジーリオ昭和という、ホールで、2019年度昭和音楽大学音楽芸術運営学科ミュージカルコース舞台スタッフコース、卒業公演のスーシカルというミュージカルに、今回出演させていただきます。はい、今回、頑張っていこうと、後でですね、詳しい内容は、はい、説明させていただきたいと思います。はい、ということで、まあ、今回そのじゃあ今回だけど、はい、その意気込みちょっと聞いてみたいね。その卒業公演というまあね、一大事だからね。まあ、4年間やってきて、うん、その4年間の集大成となる今回の作品なんですけれども、うん、そのだいたい3年生の時から公演が始まるんですけれども、その頃からその舞台スタッフの方とか、さまざまなその裏のやってくださる方々のおかげで、今回そのミュージカルコースの4年生の卒業公演が無事迎えられるように、僕自身もですね、精一杯その成果として示せるように頑張っていこうと思っております。なるほど。はい、じゃああとはもう一つ聞きたいんだけど、はい、まあ、今回まあそのお稽古とかやったりするけど、うん、はい、まあここ頑張ったよとか、ここ頑張りましたとか、ここはなんか難しかったですっていうのを、はいはい、そのリスナーの皆さんにもそうだけど、その来てくださるお客様にその見てほしいところとかあればちょっと聞きたいな、浩司君のね。はい、僕はですね、今回象の役、そういう動物の役を初めて今回させていただくんですけれども、動物マイムを用いながら、要は動物っぽく動きながら、プラスその人間の人間味ではないんですけど、その深みといいますか、その愛の営みでしたり、その夢を見れること、夢を見ることの素晴らしさっていうことを表現する、その両方一緒にやっていくっていうのが今一番難しいところですし、そこができたら絶対こうお客様に届くことがあるんだろうなって思います。はい、ということで、まあ、ぜひ見に行った方はね、方々の、ね、はい、皆様は、まあ、そういうところのね、浩司君が象の役、そうです、象ってパオンの、はい、パオンの象、はい、ね、の役をやるらしいので、まあね、高身長だからね、象っぽいのは多分もう大丈夫だと思うのでまあそこをどう、はい、その浩司君がね、はい、演じているか見ていただければ良いかなと思います。します。はい、それでは今回最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕、安田正史が毎月山手線の田端駅からスタートして、まあ、指定する目的駅の駅数が必ず往復ジャスト50にして田端まで帰ってくるというものです。はい、まあ、ちなみにですが、ちょうど50駅にするため、行きと帰りのルートは、意図的に変えるようにしております。はい、今回は埼玉県秩父にある長瀞駅、この長瀞のトロがすごい難しい字ですね。はい、清水寺の清、清めるの清ですね、のその青色の青のその月の部分が円になってる、日本円の円ですね、に、その右側が、争うのなんか親戚みたいな、すごいちょっと難しい字なんでちょっとぜひお手元にスマホがある場合は長瀞で検索してもらえればちょっと出ると思う。ああ、難しい字を説明してくれたなっていうのをちょっと、まあそこまでは言わなくていいんですけど、ぜひはい、そこに行ってまいりました。はい、ちなみに、10月が、まあ、秋田の男、まあ、男性の男ですね、に鹿、小賀と、まあ、先月が茨城県の阿字ヶ浦、
これは安倍に可能性、あうんの呼吸のあかな、はい、に、文字の字に、はい、まあ、数ヶ月とかのけ、まあ、カタカナのけみたいな、はい、そうですねに、裏ですね、に味が裏と呼ぶんですが、まあ、そして今回が、まあ、埼玉の秩父の、まあ、長瀞、まあ、先ほど説明しましたが、はい、まあ、その清水寺の清に、まあ、はい、月じゃなくて縁だよっていうのに、争うのその親戚みたいな字で続きましたね。そうですね、はい、まあ、漢字がちょっと苦手な我々が、まあ、意図的に難しい読み方の漢字の駅を選んでるわけではないことを、まあらかじめリスナーの皆様にはお伝えしておきます。本当に難しい字ですよ、ね、すごいよね。このさ、説明するのもちょっと大変だよね、うん、最近こういう駅確かに行ってましたけど意図的ではないんだよ、ね、毎回そうですね、うん、その振り仮名の説明で読み方の説明を毎回してるからちょっともったいないよねこの字時間が。確かにそうですね。だから、まあ、はい、ね、意図的ではないということを、はい、で話を戻しまして、はい、まあ、今回向かった長瀞駅です。まずなぜこの長瀞駅に向かったかという理由を説明しますが、はい、まあ、現在、まあ、実は僕生まれの故郷の栃木ではなく、まあ、埼玉に住んでいるんですが、まあ、電車好きの僕がその割にあまりというかほとんど、埼玉を探索していないということをちょっと思いまして、うんうんうん、ちょっと今回ちょっと埼玉の50で行けるところをリサーチしようと思ったのが一つと、はい、あとですね、まあ、西武鉄道の CM で、まあ、人気若手女優の土屋太鳳さんが、まあ、秩父を紹介しておられ、はい、まあ、まあそれにつられて行きたくなったという面も正直あるんですが、はい、まあ、それはですね、まあ、決して土屋太鳳さんが好きであるというミーハーなミーハーチックな不純な理由ではないことを本当に声を大にして行きました。はい、本当に言っておきたいです。もうなんかそこまで来ちゃうともう逆にそういう感じなのかなっていう。本当に違う、そんな不純なことで言ってません。ちゃんと理由がありました。そうですね、はい、ということで今回ですね、長瀞駅の概要について早速はい、お伝えしたいと思います、はい、秩父鉄道の所属駅になります。開業はですね1911年、はい、明治44年、はい、まあ、当時はほと山駅というほと山ですか、ほど山という駅で、いう名所でした。で1923年、うん、大正12年に、まあ、現在の長瀞駅というその名前に改称されました、はい。そしてですね1997年、平成9年ですねに、関東の駅100選というのがあるんですが、まあ、これ特徴のある駅で、選定される、やつなんですが、はい、まあ、それに、この長瀞駅が、まあ、選定されました、はい。まあ、その選定理由は、開業当時のままで、まあ、残され歴史を物語る木造建築の駅というのが理由で、ちなみにですが今回この長瀞駅の1日の乗降人員は、2017年度平成29年で1352人だそうです、はい。そして、長々と話しましたが、まあ、ルート説明に移りたいと思います、はい。まず行きはです京浜東北線に乗りまして田端駅から上野駅まで行きます、はい、ここで4駅です。そして上野駅から新幹線に乗り換えまして MAX 時という新幹線に乗り換えまして、はい、上野駅から、熊谷駅まで行きます。ここで2駅です。そして、秩父鉄道に乗り換えまして、熊谷駅から今回の目的駅の長瀞駅、ここで15駅、合計しますと21駅ということで、はい。そして帰りなんですが、帰りは秩父鉄道にもう一回乗りまして、まあ、長瀞駅から熊谷駅まで行きます、まあ、ここは先ほどと同じ15駅、うん。そして新幹線 MAX 時、これも同じですが、今回はですね熊谷から大宮駅に乗ります、はい、ここは一駅ですね。そして大宮駅にから、京浜東北線に乗り換えまして大宮駅から、帰りの目的駅の田端駅に帰ってきて、はい、ここが13駅、はい、合計しますと29ということで、まあ、うん、ジャスト50駅となりました、うん、まあ、今回もですね、うん、50駅になりました、はい。そして訪れてみてのその感想なんですが、はい、まあ、駅舎がですね明治や大正といったすごくレトロな、うん、レトロを彷彿させるような、まあ、雰囲気でして、はい、まあ、それで、ね、外国人観光客もたくさんいらして、うん、その駅舎を撮るというのもそういう姿を見られる方もいて、はい、あ、確かにその風情がある駅なんだよね、うん。で長瀞渓谷
渓谷ですね、渓谷へ続く、はい、商店街はすごくにぎわっていました、はい、でただ、まあ、衝撃の事実として、まあ、これは行った後に知ったことなんですが、まあ、ここの場所、まあ、実は、まあ、夏に行った方がというか夏の方がいろんな点で、まあ、素晴らしいそうで、まあ、この理由が、はい、この天然氷を使ったかき氷が食べれるっていうことで、まあ、はい、こんなね寒い中かき氷を食べるのはというので、そうですね、そう夏でその天然かき氷を食べるっていうのがすごい、ツーっていうかそのの方が楽しめると、はい、あとはその渓谷があるんで、なんだろう、その川下りじゃないですけどそれアクティビティな面でもすごく、夏の方が、まあ、楽しみやすいという、まあでも冬も冬で、まあ、結構風情のあるので、はい、まあ、ぜひ皆さん今回ぜひ行ってみたいなというのがありますけれども、ね、はい、はい、ということで甲子君、はい、どう、レトロな駅とかどう、好き？レトロな駅は好きです、うん、なんかこう昔にタイムスリップしてるような、まあ、東京駅みたいなもんだよね、うん、要はみたいな、そう、うん、だからねちょっとね時を忘れられるっていうのもあったね、 そうですね、まあ、ただねもし行くならあの夏に、あ、夏にかき氷、うん、本当にそれがすごいあれだからはい、はい、ということで以上今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは講師くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、はい、題して今月のリポートなんですが、まあ、今回はオープニングでもちょっとご紹介させていただきました、はい、まあ、我らが的場講師が出演いたします2019年度昭和音楽大学音楽芸術運営学科、はい、ミュージカルコース、舞台スタッフコース卒業公演スーシカルについてお話しいただきたいと思います、はい、では講師くんお願いいたします。ありがとうございます、はい、本当に恐れ多いんですけれども、はい、かいつまんで お話しさせていただきたいと思います、はい、先ほどもお伝えさせていただきたい、お伝えさせていただいたんですが、はい、日時は12月22日で開演は12時の回と17時の回、2回公演になっております、はい、場所は昭和音楽大学のテアトロジー寮昭和というところでして、うん、出演者は、もちろんなんですけども昭和音楽大学のミュージカルコース、4年生となっております、はい、あらすじの方をですね簡単に説明させていただきたいと思います、主人公はジョジョという少年なんですけれども、はい、ある日こう落ちていた帽子の中からこう猫が現れる、猫が飛び出してくるっていう、こう、うん、想像の世界が膨らむっていう話なんですけれども、うん、その中でこういろんなその子供じゃないと想像できないような人たちに会って大切なものを見つけていくというお話になっております、うん、なるほど、簡単になんですけどこう見どころの方を説明させていただきたいと思います、はい、お願いします。やっぱりこうこの作品は、ね、本当にファンタジー中のファンタジー作品でございまして、はい、やっぱり子供の想像力、子供の世界に導いてくれるような作品でして、その歌の中でもいろんな曲があるんですけれども、うん、結構そのジャズっぽかジャズの曲、ジャズ風の曲だったりロック系の曲だったり、うん、いろんなジャンルなので、うん、いろんなジャンルの曲が織り交ざってるので本当に楽しめると思います、うん、そしてですね中でも見どころはそのぐらいにしてきまして、うん、申し訳ございません、はいはい、で一番大事なポイント、はい、私的場講師の役柄、はい、そこですね、はい、1回目の12時からの公演では、ジェングスカーン・シュミッツ将軍という戦争好きの将軍の方を演じさせていただきます、はい、そして、2番目の17時開演の方がですね、パオン・ホートンという、心優しい象、の役をやらせていただきます。こちら恐れながらなんですけども、ほぼ主役なんですけども、対照的だけどね、すごいそうですね、本当に自分らしくこれから愛らしくこのキャラクターを作り上げて皆様の前で披露したいと思います、はい、以上、的場講師卒業公演情報でした。スペシャルゲストのコーナー、さてここからはスペシャルゲストにスタジオにお入りいただきました。僕の記憶では、男性のゲストは初めてかもと思っております。新人俳優の西本光大さんです。この度プラスボックスに所属させていただきました新人俳優の西本光大です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで西本さんは、まあ、今回がプロとしての初めてのお仕事ということですが、はい、まあ、今こうして、
マイクを前にしていかがですか？本当にすごく緊張してますすごいね、うん、出てんもん顔に。そしてあれですよね、聞くところによりますと、西本さんはラジオ、それも特に深夜放送をよく聞いているとこうリサーチが入っているんですが、いかがでしょうか？いや、もうなんか聞くのと出るのでもう全く違うっていうのをまあまあ、ね、身に染めて感じてるまあ、まあ、それはね、もちろんね、聞いてるのはね、リラックスして聞けるからね、もうね、まあでもね、まあ最初はみんな緊張しない方がおかしいんで、まあ僕もねすごい緊張したからね、初めは。そうですねってどういうことだよ少しでもリラックスしていただき、まあとにかくね、ラジオを聴きの皆さんに、まあ名前だけでも覚えてもらえるように、まあ何でもね正直に答えてください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、まあ早速質問に行きたいと思うんですが、はい、もう小さい頃はどんな子供でしたか？小さい頃は、人見知りだったんですけど、まあ、友達が、まあ、できるのは早かったんで、なんか外に遊んだりして、で夜遅くなって帰ってテレビ見て、で親に何時まで起きてんだって怒られて寝るみたいな子供です。やんちゃな方なんですね。そうですね、人見知りなんだけどやんちゃなの。やんちゃな、輪が広まったら、ああ、なるほど、仲良くなったらすげえ来るみたいな、すげえ来るみたいな感じです、なるほど。そうですね。ちなみにそんな西本さんがこう芸能界に今回入ろうと思ったきっかけは何ですか？あの父親が、はい、あの DVD で借りてきた男は辛いよ、子供の頃からずっと一緒に見てて、でその渥美清さん演じる寅さんを見ていて、あ、何やってんだよああみたいな、そのなんか感情を揺さぶられるっていうのを見てて、はい、自分がその視聴者だったんですけど逆になって、俺もやってみたいと思って、で流れて高校時代に演劇部に入って本格的に俳優になろうと思いました。なるほど。じゃあではなんでいろんな事務所がある中で、まあ、このプラスボックスに面倒を見てもらおうと思ったんですか？俳優になるにあたって考えて、なんかいろんな自分の子を出して引き出していただけるのはプラスボックスさんかなと思って、自分は選ばせていただきました。こう引き出すっていいですねお願いいたしますって感じで。ちなみにさっきあの深夜ラジオを聞くようになったって聞いたんですけども、はい、なんでこの深夜ラジオを聞くようになったんですか？なんか中学の時代、あの授業で、はい、あのラジオを作るっていう授業があったね。あって、でそれを自分で作ったラジオになんかもう愛着が湧いちゃって、でこいつでずっとラジオ聞いてやろうみたいな、でなんか聞いて、初めて聞いたのが声優さんがの番組のラジオ、深夜ラジオで、そこからハマって今ずっと聞いてますね。なるほど、はい、なるほど。じゃあ今いろいろプロとして、まあ、洗礼というか戸惑うことばかりだと思いますが、まあ、何が一番印象的ですか？今ですね今なるほど、ラジオのこう今出てる時この時が一番初めての場なんで、まあ、確かにね、確かにね。そうですね。じゃあ、 あのプロになって一番変わったことってあったら教えていただけますか？変わったことっていうか、自分の意識が変わったんですけど、その日常から変えてみようと思って、はいはい、自炊を始めました。自炊、はい、でいろいろ作って体調管理からしっかりしていこうかなみたいな感じで、今プロ意識はそこで、あ、ケアね、はい、確かにそれは大事だね、大切ですもんね、はい。まあ、一応ゲストの方によくする質問なんですが、はい、まあ、僕自身今悩んでることなんですが、まあ、方言とかってどうやって標準語に直すか？あ、方言でも福島県出身なんですけど、そんなに方言がないので、はい、なんか自然に直っちゃったみたいな、なんかそんな、あと小さい間違いみたいなのがあるんですけど、そこをまあちょこっと直せば大丈夫だったんで。あんまり出ないですもんね、喋っててね。そう、すごいなと、うん、そうですか、うん、ありがとうございます実は山形県出身で、正直あんまりわからないんですけれども、あの福島県の人から見て、こう安田さんのふるさと、こう栃木県というのはどういうイメージがあるとかありますかね？うん、隣の県なので、なんか何回か行ったんで、はい、訪れたりはするんですけど、那須ハイランドパークは僕個人的に好きで、家族だったり学校行事だったりで行ったことはあります。F4 とか。これ絶対ここしか分かんない違うですか？やめよう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 、地元トークになっちゃう地元僕がね、そうだね、僕がね、公式がね、拗ねちゃうからやめとこう、拗ねちゃいましたといっても、まあ一応僕はまあ関東出身なんで分かんないんだけど、はい、まあ福島県出身の西本さんや、まあ、山形県出身の公式君たちな、よく言われる、はい、その東北魂ってやっぱ意識する、東北魂、そうです、
どう、僕はですね、やっぱりその聞いてんのは俺です。コウダイくんって、コウシくんはいいよ。じゃあ僕も熱く語りたいじゃないですか。今はスペシャルゲストのコーナーなので。わかりました、お願いします。お先に失礼いたします。お願いします、お先にお願いします。東北、そうですね、6県あるんですけど、はい、6県の雰囲気が、まあ、各県でも多分似てると思うんで、うん、どの県に訪れても、うん、まあ、馴染めるかなっていう感じですね、うんうん、なんか郷土愛が強いです本当に。そうですね、ぶっ込んできた。郷土愛が強いです。山田ぶっ込みたかった。郷土愛がすごい強いですよ。星くん語っても、いや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 、東北魂ちょっと僕に伝えてよ。リスナーさんにも、リスナーさんに、うん、東北の凄さ、うん、やっぱりですね、帰ると、うん、こう方言に戻っちゃうじゃないですか。あー、はい、でもそれはわかるかも。そうですね、俺は、うんうん、やっぱり方言じゃないと語れない部分っていうのがやっぱりあるんですよね。東北の方には。そうなの、高大くん違います。はい。これダメだよ。ありがとうございます。僕だけだ。やっぱさ、その地元の人とやっぱ飲んだり食べたりする時あるじゃん、たまに、はい、その時やっぱ戻っちゃう。戻っちゃいますね。なんかそのなんでダメみたいな。わかる、なんだべとか、ね、さーとかさ、わかるわかる、はい、あ、今なまったってなっちゃう。そうです、意識しちゃいます、ね、そうです。俺はそれが全然抜けないんよ。あ、そうなんですね。そういうこと、ね、そう、だから次の日とかで、そのなんかあるじゃん、そのワークショップとかその、はい、授業とか、そういう時にも、あれ今日なまってるねって言われるのは、あ、まあ、大体その地元の人が悪いかなって思って。あ、地元の人が悪い。いやいや、そんなことない。俺のスキルが悪いだから。悪く言っちゃったんで。そう、これからね、頑張っていこうと思います、はい、まあね、ということで、高大くん、好きな俳優さんは。俳優さん、先ほど男はつらいよの作品の名前を出せて、うん、出させていただいたんで、渥美清さんがすごく好きですね。どういうところが。工場ってあるじゃないですか、あの物を売ったりする時の、うん、あの時の喋りがすごい達者っていう部分が自分にはなくて、すごい憧れる部分と、なんか本当になんかダメだなみたいな、そういうのをやっている。いるところを見るとすごくいいなって思います、うん、その男は辛いよって何、今でも見たりするの、その家、実家帰ったりとかで、たまに帰って見たりとかは。実家に限らず、あの今住んでるところでもたまに見て、ああやっぱりすげえなーみたいな。そうですね、あ、そこで再確認じゃないけど、はい、戻って、あ、初心用じゃないけどね。初心用、なるほどね、帰って。ちなみにそんな高大さんは、将来はどんな俳優さんになりたいとかありますか？将来は、俳優さんの名前を出させてこういただくんですけど、小田切譲さんみたいに国内で活躍して、また海外でも活躍して、はい、映画監督でも活躍できるみたいな、そういうマルチな、でも小田切譲さんの人生をなぞっていくんではなく、また自分で確立させていきたいとは思います。あとあれだよね、その深夜のラジオ番組聞くって言ってるからね。そうですね、ラジオも好きなんでしょ、確か俺のリサーチじゃないけど、ラジオは大好きですね、ずっと聞いてますね。毎日聞いてますね。今でも、今でも、あ、今でも聞いてる、あ、すごいね、はい、この先輩方のラジオも聞いてます。うわー、なんかそう言われるとさ、すげえ嬉しいよね、嬉しいです。ここにリスナーがいるけど、でも今回はゲストだみたいな。ちょっと立場がですね、あ、でも、うん、ね、すごいよね、そういうのは。いやでもね、じゃあね、ラジオもね、はい、将来ね、はい、その出られればね、自分の番組持てるようにね、はい、なってほしいなと思います。はい、じゃあ実際だけど、このラジオをお聞きのこのリスナーさんにちょっとメッセージをちょっと。いいですか。いいよ。はい、わかりました。では改めてプラスボックス新人俳優の西本高大です、はい、これから、あ、今は全然、うん、右も左もわからないですけども、これから活躍して名を上げる俳優になると思いますので、チェックよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、じゃあ、西本高大さんのことをこれからもよろしくお願いいたします。以上、スペシャルゲスト、西本高大さんのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送いかがだったでしょうか。それでは、セカンドベース、次週も同じ時間に、という前にごめんなさい、それぞれの感想をですね、そうだね、聞かないといけないです、ね、申し訳ございません。すいません。まあね、今回はね、はい、新人俳優のね、高大くんが来てくださったので、はい、まあコシくんもね、うん、なんかやっと先輩らしい先輩風吹かせられたかなぐらいの感想かな。一、まあ、年ちょうど1年前ぐらいなんですよ。そっかそっかそっか。あのゲスト出演させていただいたのが、うん、そっから少しでもこうね、はい、成長した姿が見せれたら嬉しいですね。はい、今、はい、はい、ということで、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕
安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。